い、どうも、まるです。まろです。まるまるチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今日はミスタードーナツの新作ツヤ抹茶を食べていきたいと思います。めっちゃ美味しそう。それでは食べていく、うん、すいませんじゃあね、まずね、最初紹介から、うん、していこう、していこうかな、うん、まずエントリーナンバー1番、はい、こちらふわもち宇治抹茶黒蜜でございます。こちらが税抜きで180円ですね、うん、エントリーナンバー2番、こちらふわもち宇治抹茶、宇治抹茶&きなこホイップ、美味しそうでございます。え、きなこ入ってるのめっちゃ美味しいやん。美味しそう。で、そちらがですね、ふわもち宇治抹茶あずきもち、で、こちらが税抜き200円になっております。はい、エントリーナンバー4番、ポンデダブル宇治抹茶、税抜き160円でございます。はい、で、それが多分ポンデ宇治抹茶黒蜜餅、餅が入ってるっぽい。餅が入ってます、中に。やばいやん、絶対好き。すごい、大好き。で、こちら最後、こちらですね、はい、こちらがですね、ポンデ宇治抹茶あきなこホイップあずきでございます。はい、やっぱりあずきとさ、黒蜜とさ、きなこって抹茶ね、合いますよね。そうだね、定番だよね。で、こちらが期間限定の抹茶のものになります。はい、楽しみです。そうだし、じゃあ今の中で自分の中の一番期待があるもの、はい、せーの、これ違うね、違うね、ちょっと迷ったけどね、これと。え、私はこれと迷った。でもこれって絶対美味しいの分かっとるやん、うん、安牌やん。まあね、だけどちょっと期待してこっちに行ってみた。じゃあ食べていこう。いただきます。いただきます。え、どれから行く？お手前のこれから行く。きなこか、うん、宇治抹茶を練り込んだもちもち生地に小豆ときなこホイップをサンドし、きなこシュガーをまぶしました、うん、だそうです。うん、美味しい。てか、きなこって美味しいよね。美味しい。なんか本当にポンデリングってもちもちしてるやんか、マジで合う。もちもちの最上級、このポンデリング。なんか、うん、てか中ちゃんとめっちゃ抹茶なの。中も生地がもうしっかり抹茶、うん、生地うま、生地やばいね、これ、うん、これ、それはですね、ふわふわ、あ、ふわもち宇治抹茶あずきもち、あ、もちのやつじゃん、うん、すごい、見てください、お餅が入っています。思いっきり大美味しい。おお、めっちゃあっさり。あ、本当に？うん、そうなんだ、意外。何の顔？美味しい。めっちゃあっさりじゃない？思った以上にあっさり。うん、もうびっくりした。うん、でもなんかポンデリングと一緒でケーキがしっかり抹茶だから、うん、抹茶の味もするんだけど、うん、なんかこってりしとると思ったらそうでもない。めっちゃ食べやすい。クリームが入ってないけかな。そういうの、小豆とね、もちフィリングしか入ってないだよね。だからからさじっとる。じゃあ次、まあ、安定のこれいく。そうやな、流れに安定。乾杯乾杯。定番じゃん。いただきます。どうぞ。うん、しよう。うん、噛めば噛むほど抹茶の味がしてくる、うん、最初食べた時はあれ抹茶どこって感じだったけど、うん、噛んだら生地の抹茶の美味しさが出てきます。美味しい。チョコも美味しいよね、上にコーティングされてるチョコ、うん、まあ、あんまり食べやすいって感じで、うん、美味しいです。いいですね、とってもいいですね。ミスタードーナツさん、とってもいいですねとってもいいです。はい、次行こうか。このツヤツヤしたやつ、なんかそれすごい見るもんね。うん、見る。これツイッターとかですごい見る。中は本当にただの抹茶の生地だね。でも中に入ってるんかと思っとった。ね、上に黒蜜があるって感じかな。食べやすそうだね、これも。うん、うん、すっごい黒蜜の味する。美味しいね。食べやすい。うん、結構あっさりしてるわ。うん、意外と、うん、濃いかと思ってた、重めのやつかと思ったんですけど、結構あっさり。うん、黒蜜のなんか主張がめっちゃ美味しいっていうわけではなくない？うん、そうだね。ナチュラルな黒蜜って感じ。調和って感じ。抹茶と黒蜜の。絶対お茶と飲むの、うん、合わせたらめちゃめちゃ美味しい。絶対美味しい。続いて、こっちから行こう。じゃあ、なんかこんな感じ。入ってるね。しっかり入ってらっしゃる。おお、全然違う。全然違う。今まで食べたのと全然違う。どうしたんこいつだっけ？きな粉って言われるとなんか、
きな粉やけど、最初から一発目からきな粉って感じではない。うん、あとなんかホワイトチョコの味が結構強くない？強い。だけどなんか今までは抹茶って感じだったけど、これは抹茶感が全然ないかも。逆になんか抹茶が脇役みたいな。そう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 。感じになっちゃってる。ホワイトチョコときな粉が一押し枠って感じかな。私が一番好き。あ、はい、あ、いてて、あ、さい。あ、いいです。あ、ごめんなさい。もうめっちゃ嬉しい。これはですね、私が一番楽しみにしていたポンデ宇治抹茶黒蜜餅というものでございます。もう絶対美味しいお餅だもん。あ、すごいお餅が、チョコのコーティングがあって中にこんな感じでお餅が入っています。あ、いただきます。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しくない？これ、うん、これ美味しい。あのね、中に黒蜜が入っとんやけど、いい感じの黒蜜。しつこくなくていい。しかも餅入ってほしい。うん、おいしい。やばいね、これ。うん。ちょっと革命です。革命です。これおいしいわ。迷う。いや、ちょっと迷ってる、今、正直。それでは、私たちの、まあ、食べてみて一番美味しかった、みたいなところを発表させていただきたいと思います。はい。せーの。はい、これ。おーい。やばいよね、これ。なんか全部さ、最後食べて、最後にこれ食べたじゃん、うん、あ、美味しいってなった。食べて、うん、最後に食べても、うん、あ、いたみたいな感じに、うん、ってなった。これと迷ったの。あ、そうなんだ。うん、うん、だから餅が好きだから多分迷ったんだけど、うん、やっぱりこっちの方がポンデリングっていうのもあって、すっごいもちもちしてる。そうだね、めっちゃもちもちしてるわけね、うん、だからもう選んじゃった。こっち、うん、何と迷ったの？めっちゃ美味しかった。これね、めっちゃ普通のやつです。これさ、なんか今回だけの期間限定じゃなくて常に置いといてほしい。そうそう、これだけは。噛めば噛むほど、あのね、渋い抹茶の味がするの。そう、ね、甘い系じゃない。甘い系じゃない。絶対ね、ほうじ茶のこと合うのよ。そう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 、絶対合うのよ。そうで、だからくどくないけんさ、なんか食後とかのデザートとしても全然いけるって思って迷いました。ポンデリングって美味しいのよ。ポンデリング美味しい。生地がね、美味しいのよね。前のさ、マルコリーニの時は本当売り切れごめんみたいな感じで全然やばかったんだけど、今回はね、普通にめっちゃあったから、うんうん、5月中旬ぐらいまでやってるみたいなので、まあ、いつなくなるか分かんないから、なるべく早めに行ってみたらいいかと思います。それでは皆さんも食べてみてください。バイバーイ。まるまるカフェでした。バイバーイ。これ、うん、これはね、ちょっと重いわ。これ1位にしたのにさ、こればっかり。しかも紹介もその方がさ、うん、絶対置いてくださいみたいな。